You're my lucky strike. Love the way you ride. Look into my eyes, say you're ready to go. Million dollar life, yeah. We could roll the dice. I like your surprise, but you already know. はい、どうも皆さん、おさってます。 YouTuber 平本です。さあ、本日はですね、新しいオカリナのサークルが誕生しましたということでご紹介をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。これからね、7月から、オカリナ始めたいな、カンターレ始めたいなっていう方必見でございます。よろしくお願いします。さあ、誰先生の講座かっていうと、こちらズドン、はい、お世話になっております、神野先生の新しいサークル講座になっております。今年のですね、カンターレの東京公演でもね、演奏ご引率していただき、私一押しの先生っていうね、もうこの YouTube ではね、幾度となく言っておりますけどね、本当素晴らしい先生でございますね。はい、ぜひね、門下生になって我々の集いに参加してもらいたいところですけども、場所ですね、千葉県千葉市、稲毛区稲毛公民館というところです。はい、場所的に言うと こんな感じですね。千葉市のちょっと上、まあ船橋よりの間、まあより千葉市です。まあ千葉市ですからね。ということの稲毛公民館でですね、7月16日からスタートということで、ぜひぜひね、この千葉の稲毛公民館にご連絡していただければいいんじゃないかなと思っています。京成稲毛駅から徒歩5分で、JR 稲毛駅からも徒歩10分ということで、非常にですね、その電車でね、アクセスしやすいという公民館ですので、いいんじゃないかなと思ってます。ぜひね、参加していただければなというふうに思ってます。で、先日ちょっとね、先生からご連絡いただいたら、もうすでにカンターレをね、お持ちの方から、何人も お問い合わせいただいているということでね、行ってみたらいいかなというふうに思ってます。で、また当日ちょっとね、ワークショップみたいな感じで、ちょっとそのオカリナの思想なんかもね、できるようにしとくということでございましたので、ぜひね、僕が一押しの神野先生のもとで、千葉県千葉市稲毛区、ね、稲毛公民館でね、ゼロからスタートする。ぜひぜひ行ってみていただければなというふうに思ってます。はい、実は来年ですね、はい、ぐるっと回って墨田区ってありますね。ここの墨田の墨田トリフォニーホールで、東京公演が2月26日に、はい、来年、2025年あります。そこにもですね、実はですね、神野先生もですね、ご招待したいなと、参加していただけるんじゃないかなというふうに思ってますので、合わせて、そうしていただければ、ものすごいこう楽しみがあるじゃないですか。よろしくお願いしますということね。またね、本当にね、神野先生は、素敵ですよねっていうメールもいただいてるんですけど、何使ってるんですかって来たんで、ご紹介したいと思うんですけども、神野先生が使ってるのは基本的にこのエレガントシリーズですね。で、これもね、2本ぐらいですね、グレード違いで持ってくださってると思います。今ね、こうちょうどね、1本あったんで持ってきたんですけど、この後ね、先生のライブ映像いただいたんで、お聞き、いただこうと思ったんですけど、基本的にはこのエレガントシリーズで吹いてると思います。非常にね、吹きやすいし、実はね、本当に息の量が全然いらないのがこのエレガントシリーズなんですよ。っていうね、この楽器で吹いてますんで、ぜひ聴いていただきたいなと思ってますけど、これはですね、エントリーモデルの YouTube 版になってますんで、そんなにお値段張んないですね。もしよかったら、ご連絡ください。これいい楽器です。こちらのね、エレガントシリーズでね、神野先生は吹いてますんでね、ぜひ、本当にね、素晴らしい先生で、カンターレも本当に、どうだろう、10年ぐらい前からね、僕もご愛顧させていただいている先生になっております。で、非常にその音楽的なエビデンスもありますし、師匠がね、山田先生っていうのもありますんでね、本当に音が綺麗。で、こう、ノリのいい
曲も素敵に吹けますし、しっとりとした曲も本当にしっとりとこのカンタレらしさがありますね。この後2つご覧いただきたいと思いますので、ぜひ千葉市稲毛区稲毛公民館でね、カンターレとともに、オカリナやってみたいなという方はぜひご一報ね、公民館の方に多分すれば大丈夫かなと思ってますね、稲毛公民館の方にちょっと聞いてみてください。はい、ぜひ神野先生とともにカンターレオカリナ7月16日からスタートしますんで、皆さんぜひ行ってみてください。とりあえずですね、稲毛公民館に多分ご連絡していただければ詳細わかるんじゃないかなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。7月16日、稲毛公民館で会いましょう。